これをじっと見ていたのがエジプト最後の女王クレオパトラ。クレオパトラの考え、ローマには絶対勝てない。みんな滅んでいったわ。我がエジプトももはや風前の灯火。300年続いたプトレマヨ総長を私の時に滅ぼすわけにはいかないわ。どうすればいいか。それはローマを怒らせないこと、ローマの最高権力者を手なずけること。だからまずカエサルを手なずけ、ポンペウス犠牲にして。カエサルが殺されちゃった。次は誰かしら。アントニウス、いいわね。オクタビアヌス、ガキね。アントニウスと組むわ。アントニウスはカエサルがやりかけていたパルティア遠征を実行する。でローマ軍とともに地中海を東に向かってくる。途中で食料を補給するためにアレクサンドリアに入った。これをクレオパトラが出迎えた。もう運命の出会いってやつで。アントニウスはもともと身分卑しい平民出身で、ローマではただの軍人です。でこのアントニウスをクレオパトラはエジプトの国王ファラオの扱いです。ものすごい接待を行う。何百人も奴隷たちが彼に貸し付く。舞い上がっちゃった。そしてクレオパトラは自分の体を張って国を守った。彼女はアントニウスと同じベッドに入った。やがて彼女は妊娠して、アントニウスの子供を産んだ。もう別れないんですよ。アントニウスはもうパルティア遠征なんか忘れちゃって、もうアレクサンドリアに入り浸り。やがてクレオパトラはアントニウスに遺言状を書かせた。アントニウスは言う。ローマの領土を二つに分ける。西側はあのガキにくれてる。東側は俺様が支配する。そして俺が死んだ後は東のローマはクレオパトラに譲ると。自動的にこれが全部エジプトなわけだよ。このめちゃくちゃな遺言状の内容がローマに伝わった。ローマ市民たちは怒り狂った。アントニウスはエジプトの魔女にたぶらかされて頭がおかしくなった。アントニウスを撃て、クレオパトラを撃て、オクタビヌス、エジプトを攻めろ。でこの坊やがローマ軍の最高司令官となってエジプトを攻めた。これをクレオパトラとアントニウスが迎え撃った場所がギリシャの沖でアクティウム。クレオパトラは戦場に出るのは初めて。パニックになった。もう目の前でどんどん人が死んでいく。首が飛び、腕が飛び。それからショックだったのはアントニウスが乗っていた軍艦が沈んだ。で彼女はてっきりアントニウスが死んだと思っちゃって、もうダメ、撤退っつって。実はアントニウスは泳いで助かったんですけども、もう遅いですね。でローマ軍によってアレクサンドリアは包囲されちゃって、今のがアクティウムの海戦。もはやこれまでアントニウスは自害します。剣で。そしてクレオパトラも後を追います。召使いに果物カゴを運ばせて、その中に毒蛇のコブラを忍ばせ、コブラに噛ませて自害した。ここにプトレマイ総長は滅び、ローマによる奇襲会統一。誰も予想できなかった。まさか最後に勝ったのがこの無名の坊やとは。オクタビアヌス。あの事件さえなければ間違いなくカエサルが初代ローマ皇帝になっていた。そしておそらくカエサルは元老院を潰しただろう。カエサルが死んじゃったんで、この坊やが後を継いだ。で、これが事実上の初代ローマ皇帝。そしてこの二人のキャラクターが違いすぎる。カエサルはもう本当の意味での指導者。
カリスマ。うん。それで、自分がまず突っ走るタイプ。ところが、オクタメネスっていうのは、これまで何の功績もない男ですよ。ただの学生ですから。で、アクティブで勝ったって、これは勝手にクレオパトラが自滅したんで、別に彼の功績ないんで。戦場で、オクタメネスは何やってるかすると、いつもテントにこもって寝てるんですよ。なぜかすると、胃が痛いっつって。あ、ちょっと今日はダメだ。寝てるっつって。このしょうもない男がですね、ローマに戻ってきたら、そしたら平民会はもう熱狂しちゃって、ね、これから毎年のコンスルはオクタメヌスに、毎年の御民館もオクタメヌス、インペラトルもオクタメヌス、総督もオクタメヌスつって、ありとあらゆる官職を彼に兼任させちゃったんです。しかしその本人はもう真っ青になってるんですよ。どうしようって。こんなことやっていたら必ず僕は殺される元老院に。カエサルおじさんも殺された。僕はカエサルほど力はない。ああ、死にたくない。まだ若いんだ。そうだ、元老院と仲直りしよう。って言って彼は元老院に行ったんですよ。皆さん、ああ、そんな目で見ないで。こんにちは、オクタメヌスです。今日はお話があってきました。僕は元老院を守りたい。僕は強制ローマを守りたい。僕は王になる気なんかないんです。誤解しないで、殺さないで。みんなあっけに取られて、坊や、本当か。あの元老院のおじさんたちみんな彼のこと坊やって言ったんだから。坊や、本当か。はいはい、本当です。それはよかった。みんな、この坊やはカエサルとは違うぞ。我々は歓迎しようじゃないか。はい、よかった。君は何と言ってもクレオパトラを倒した英雄だ。我が元老院は君の統治権を認めよう。本来我々が持っている統治権を君に預けよう。委任しよう。それから何か肩書きを与えよう。こんなのはどうかな。尊厳あるもの、アウグストゥス。今日から君はアウグストゥスだ。だが言っておく、誰をアウグストゥスするかは我々元老院が決定する。ありがとうございます。でも そんな立派な名前は僕にはもったいないので。不満か。いやいやいや、あのありがたいんですけども、あのぼ僕はこれでいいんです。プリンケプスと呼んでください。え、プリンケプスいいのか。はい、十分です。プリンケプスっていうのは直訳をしますと第一市民。でも意味が分かんないでしょ。元老院議員の名簿があります、300人。その名簿の一番頭に名前が載る人のことをプリンケプスって言うんです。つまりプリンケプスっていうのは元老院議員の代表って言うんですよ。これは僕は一元老院議員で結構ですって言ったんです。一緒に政治をしましょうと。この体制のことをだからプリンキパートゥスで、日本語でプリンケプスのことを元首で元首制と訳す。元老院の会議があるとオクタビエルスは必ず出席する、真面目に。でちゃんと自分の席に座ってみんなの話を聞くんですよ。たまに発言してもまたこれが演説が下手でなんかボソボソ喋るんで、おい聞かねえぜとかやじが飛んで、あすいませんとか言ってんで、だから全然恨まれないんですね。で彼は結局これで80まで生きた。で彼が死ぬと彼の一族がまた元老院から指名されて次のアグスってなって、こういう体制ですね。で後にこのアグスのことをローマ皇帝と呼ぶようになったんで、だから僕らがイメージする皇帝っていうのと全然違うんですよ。ローマ皇帝っていうのは僕らのイメージっていうのは真の始皇帝のイメージですね。もうものすごい独裁権力と違う、ローマ皇帝っていうのは。で
大体あのローマ皇帝に当たる言葉っていうのは何かっていうとですね、ないんですよ。でローマ皇帝に当たる ラテン語っていうのはあえて言うとこの3つなんですね。インペラトル、カエサル、アウグストス、うん、これ3つまとめてローマ皇帝なんです。でこのうちインペラトルっていうのはローマ軍最高司令官のことです。これはでカエサルっていうのはあのカエサルですから、カエサルの後継者って意味です。でアウグストスっていうのは元老院から与えられた名前ですから、うん、だからこれバラしていくとですね、もう中身が流れちゃうんですね、うん、これが、ローマ帝政の実態だったということを理解してください。そうすると実はですね、この帝政ローマ前半のですね、現世に最も近いものは世界史の中で何があるかというと、それは中国の皇帝じゃないんですよ。じゃなくてアメリカ大統領制です。でアメリカ大統領は国民から選ばれて選挙 で議会と一緒に統治してますよね。でどうして似てるかっていうと、アメリカっていう国を作った例えばトーマス・ジェファーソンとかジョージ・ワシントンたちが研究したんですよ、ローマのこと。でああいう国作ろうって、うん、だからモデルがローマだから似てるような対面 でその証拠にこれ分かりますかね、SENATO、 これセネートって言うんですけども、これはですねアメリカの上院のことです、議会で、これはもともとはラテン語のセナートスっていう言葉で、セナートスっていうのはラテン語でこれは元老院なんです。だ今でもアメリカの議会のことを元老院って言ってるんで、英語では、うん。はい、今からですねローマ市民権の拡大について、まとめます。でまず最初に、もともとローマっていうのは都市国家に始まったんですから、都市国家ローマに住む人がローマ市民権だったと。ところがローマの面白いのは市民権のディスカウントやったってこと でローマ人が移民して作った植民地やローマと戦って早く降伏した町自治市に対して市民権をばらまいたと。ただし最後まで抵抗を続けた南イタリアのタレントムとかネアポリスとかね、ギリシャ系の都市にはそれは与えなかったと。でこのギリシャ系の都市を何て言ったか、同盟市。紀元前1世紀マリウスとスラの内戦が始まった時に、それに乗じて同盟市も立ち上がった。で我らにローマ市民権を認めろ、そもなければ我らはローマから出ていく、ここに南イタリアに新しい独立国家を作ると、そこまで言った。この同盟市の反乱のことを同盟市戦争というのだ。ローマ元老院は慌てた。だってローマ市内で平民派が立ち上がっている状態ですから、それに加えて同盟市が立ち上がったらもうこれ手に負えません。それで、ローマ元老院およびその指導者のスルラは言った、同盟市の諸君の要望を受け入れようって、市民権を認めるからローマに留まれということで、でどうなったかというとですね、南イタリアまで全部ですから、ここにこの赤い枠すべて、北はルビコン川から南はこのシチリアとの境のメッシーナ海峡まで、これが全部ローマ市民だった。その後ですね、内乱の激化、そしてポンペウスシリア遠征、カエサルガリア遠征、さらにオクタビアヌスのエジプト遠征によってローマの属州はもう際限なく広がっていく。ここで大きな問題が起こっちゃって、この赤い枠の外側、つまり属州の連中は市民権ないですよね。ということは兵役の義務ないんですよ。でしょ、属州が広がれば広がるほどそれを守るための兵力がいるんだけども、これをですねイタリア半島に住んでる人たちだけでやるんですよ。これはものすごい負担。イタリア半島っていうのが日本列島の大きさですからね。そうすると彼らは自分たちの祖国イタリアを守るっていうのは分かるんですよ。だけどなんでガリアまで行かされるんだということですね。と兵役の拒否や脱走が増えていくんですよ。そうするとカエサルが考えた、これは何とかしないと。
ね、そこで例えば、ガリア遠征やるときにガリア人を採用すると、ローマ兵として臨時に、もちろんお金は払う、つまり傭兵ですね。これね、カエサルが始めたんですよ。さらに、給料も払います、武器も払います、さらにですね、5年10年ローマ兵やってくれたらいつかはリタイアしますよね。リタイアした後で無条件でローマ市民権与えるって、お前たちに、ガリア人にも。で、当時ローマ市民権もらうっていうのはすごい、もうあのステータスですから、それでガリア人がどん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 志願するんだ、ローマ兵に。だからカエサル あのガリア遠征軍の中にも大勢、実は大勢のガリア人がいたんです。だ、同じガリア人でもローマ軍に加わるガリア人とローマに抵抗するガリア人がいたということです。これはあの最近のアメリカと全く同じで、やっぱアメリカはね、あんだけ世界中にね、あのちょっかい出してね、で戦争やるじゃないですか。だからさ、兵隊が足んないんだよ、基本的に。そうすると、あのどうやってアメリカはですね、兵隊集めてるかというと、アメリカに移民してさ、アメリカの市民権欲しい人がいっぱいいますよね。ね、でそれは例えばあのアジア系だったり、それからヒスパニックって言って、スペインの方、あのメキシコの方から来る人たち、でそういう人たちにあのアメリカの永住権、グリーンカードって言うんですよ。それを与える条件としてアメリカ軍に入れって言うんですよ。アメリカ軍に入ったらあの簡単に永住権取れるっていう。だから実は今世界に展開しているアメリカ軍 あの兵士っていうのは白人は少なくて、実はヒスパニックや黒人がいっぱいんですよ。そういうことなんですよ。アジア系とかそっくりじゃないですか。まさにね、アメリカってあれローマなんですね。で、この体制はカエサルの後継者のオクタビアヌスも受け継ぎました。で、オクタビアヌスの時に大体ローマ軍はですね、正規軍が30万です。30万。で、30万のうち、本当のローマ市民は15万です。だから 50% です。で、残り 50% は実は属州民の傭兵なんです。で、その人たちがどんどんリタイアしていくと、彼らはローマ市民になっていくんで、で、だん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 この周りのですね、属州の中にも、あの、ローマ市民がこう増えていくという状況です。はい、地図見て。共和制ローマの、あ、ごめんなさい、帝政ローマのプリントの一番下。国境線の確認しますけども、南がこのサハラ砂漠です。これは基本的に変わりません。で、東はここのシリア砂漠およびユーフラテス川で、こっち側がパルティア、ね、で、あと北の国境線がですね、2本の大きな川があって、ドナウ川とライン川で、このライン川を国境にしたのはカエサルです。カエサルガリア遠征で、カエサルの後継者のオクタビアヌスは僕もやってみようかなと思って、それあのさらに兵力を送り込んで、もう一本向こう側、この川ですね、これエルベ川って言います。エルベ川までローマに併合しようと試み、そして2万のローマ軍を送り込んで負けました。でゲルマン人に囲まれて全滅。もうオクタヴィアヌス君も反狂乱になったという話ですけども、やっぱり僕は戦争はダメなんだっつって、もうビビっちゃって二度とやんなかったって、戦争は。で、この戦いのことをトイトブルクモリの戦いと言います。で、これで正式にこのライン川が、ローマの公共として確定しました。トイトブルクモリの戦い、この後200年間大きな公共変更はございません。その間の平和のことを、パクス、パクスってのはラテン語で平和、ロマーナ、ローマの平和。あの、ラテン語っていうのは、就職語は後ろにつくんで、パクス・ロマーナ、ローマの平和。二大皇帝ティビリウス、これはあの、オクタビアヌスの一族で、この時にイエスの処刑、そしてキリスト教の成立があります。このことは後でまたやりましょう。五大皇帝がネロと言います。元老院と対立して、暴君と言われて、で、キリスト教に対する最初の迫害を行ったのがネロです。これも後で説明します。で、一応この最初のですね、オクタビアヌス・アウグストゥスから、5代目のネロまではこれファミリーで、一族で、カエサルの一族ですね。ユリウス・クラウディウス王朝、
と言います、ネロまで、これファミリーです。で、ネロが結局軍の反乱で殺されちゃってちょっとごたごたしまして、うん、でその後ですね、何人かの軍人たちが皇帝になります。ティトゥス、それからドミティアヌス。でその後ですね、はい、96年に元老院議員ネルバという人物が皇帝に、アウグススに選ばれた。でこれはもともとの元老院議員であって、本当に、まあ、理想的な形ですね。元老院議員からアウグススを選ぶと。でもおじいちゃんだったんですぐ死んじゃったんだけども、この人の偉かったのはですね、自分の息子や一族に後を継がせなかった。で最も、信頼できる部下の軍人であった、はい、人の写真、トライアヌス、この人ですね。この人を呼んで、トライアヌス君、君をわしの養子に迎えようって言って、で全く血縁ないのに彼を後継者に指名した。うん。そしたらトライアヌスも後に亡くなる前に、あの自分の部下のハドリアヌスを呼んで、ハドリアヌス君、君を養子に迎えるって。で5人の皇帝が血縁関係なく選ばれた。だから変な皇帝が出なかったんで、五賢帝時代と言います。そしてローマ帝国が最大領土を迎えたのは、気づいたのはこの2代目のトライアヌスの時で、ダキアとメソポタミアを征服した。で下の地図で蛍光ペンで色つけますが、まずはダキアです。ダキアはですね、このドナウ川の北ですね、ここです。ここは銀山があります。銀が取れます、ダキア、うん、でトライアヌスはここに兵力を振り込んで一旦これを属州にした。それからメソポタミアっていうのは、これ当時まだパルティア領だったんですね。パルティアといえば、あの三島政治のクラススが戦死、ね、でカエサルはパルティア遠征に行く直前に暗殺、それからアントニウスはパルティア遠征に行こうと思ってクレオパトラに引っかかっちゃったということで、結局誰もまだパルティアを渡さない。で今回初めてトライヌスはパルティアに攻め込んで、パルティアの、都のクテシフォン、これはティグリス川ですから今のイラクですね、ここまで併合した、ローマに。こうなった。はい、でこれ色つけて、メソポタミアとその北のアルメニア、これをローマ帝国の最大領土と言います。ところが結果的にですね、この作戦は、失敗しました。というのはですね、ダキアの場合はダキアの先住民によって反撃を受け、でメソポタミアはパルティア軍によって反撃を受けます。もちろんもともと何のための属州かと考えてみると、それはですね、税を取るんですよね、莫大な。最初は異民族の地位ですから、その征服するために軍事費かかりますけども、うまくいけばですね、それから何年もかけてこの支払った軍事費を全部取り戻すことができる、税として。うん、その後はもう黒字になるんでね。で今までポエニ戦争以来、ローマの属州っていうのはみんなこういう形で、あのかかった軍事費よりももうたくさんの税が入ってきたから全部黒字だったんです。がダキアはこれがうまくいかない、うん、でつまり軍事費があのどん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 加算でいってですね、で税収よりも増えちゃう、つまり赤字になっちゃうんですよ。でなぜかというとですね、これ場所が悪いんで、ダキアの南側に川があります、ドナウ川ですね、大きな川で、でダキアの北っていうのは何もないので、そうすると異民族は簡単にダキアに入れる、うん、でもローマ軍はこの川を渡るの大変なんですよ、ね、そうするとね、これ逆に守りにくいんです、ここね。そこで、次の3代目のハドリアヌスは決断した。ダキアをこれ以上持ってることはローマ市の財政を圧迫すると、よって私はダキアをあえて手放そうと。でここにいたローマ軍に撤退と命令した。
これはなかなかできないことですよ。別に戦争に負けたわけでもなく撤退したんだから。ただしもうすでにここにですね、移住しちゃったローマ人もいっぱいいるんですね。ここにまあ大体無産市民ですけども、でその人たちはそのまま残ったんですここに。で、その後ずっとここに居座って今日に至ると。だから今でもこのドナウ川の北の地域っていうのはイタリア語の方言喋ってるんで、でここなんていうかというとこれルーマニアって言うんです。でルーマニアっていうのはローマ人の国って意味で、だからルーマニアって言うんですね。ラダキアは今のルーマニア。同じようにメソポタミア、これもパルティアによって奪い返されローマ軍は撤退します。さらにハドリアヌスは防衛を固める。もうこれ以上属地を増やさない、今持ってる属地を守るとね。で川があるところは川を使う、砂漠があれば砂漠を使うが、川も砂漠ないところがある。それは、ここである。ブリタニア、イギリスの真ん中ですね。これ今のイングランドとスコットランドの境ですね。これ何なんでしょう。だから壁を作った、ハドリアヌスの長城と言います。今でも残っています。攻めのトライアヌス、守りのハドリアヌスと覚えてください。あとこの人はもう建築マニアで、ローマ市にですね、万神殿、すべての神々を祀るというパンテオンというのを作り、また自らのお墓、皇帝廟も設計した。4人目、アントニヌス・ピウス、最も平和の時代。そして5人目、マルクス・アウレリウス・アントニヌス。もうこの頃になると、軍事費の増大でローマは傾いてきます。大体この時代ですね、ローマの国家予算の 50% が軍事費です。 50% です。それは全部税金から賄うわけで、すでにちょろちょろとゲルマン人の侵入が始まってます。だからマルクス・アレリスはもうこれが心配で心配で、もう私はもうローマにいらんないと言って、彼は軍団とともに絶えず国境線を移動してる。でパトロールする。で兵士と一緒にテントで寝泊まりして、で寝る前に日記を書くんですね、ギリシャ語で。で私の今日一日の行いはローマ皇帝として正しかったかどうかっていう反省文を書いた。でギリシャ語で、でこれをマルクス・アレルスの自省録と言います。だから哲学者の皇帝、哲人皇帝と言われた。この後ですね、カラカラ帝が出てきます。で、この人物は実は、もともとローマ人ではありません。で、彼は、属州民です。生まれたのは、北アフリカの現在のリビアです。ここです。ということは、これはかつてのカルタゴ領で、で、彼の一族っていうのは実はフェニキア人です。カラカラ。カルタゴが滅んだ後、彼の祖先がローマ軍に志願して傭兵になって、それでローマ市民権もらったんです。お父さんができる男でセベルスという男で、でこれがご検定最後のマルクス・アレルスに仕えた。で非常に優秀だったんで、マルクス・アレルスから可愛がられて、お父さんがですね、属州所得になってます。でこのお父さんのセベルスが息子のカラカラを呼んで、でこう言った。おい、うちはな、もともとローマ人ではないから、つまり家柄があまり良くないから、わしはお前の将来が心配だと。そこでだ、皇帝陛下に、マルクス・アレルス皇帝にお願いをするとね、お前を養子にしてもらおうと。でマルクス・アレルスはこれを受け入れて、でこのまだ子供だったカラカラを養子に迎えたんです。でその時にローマ人の習慣で、息子はですね、お父さんの名前もらうんですよ。なんで彼はこの時にマルクス・アウレリウス・アントニヌスという名前もらったの。同じ名前です。これマルクス・アウレリウス・アントニヌスですから、三等政治第二回はアントニウスですから、これ注意ね。じゃあアントニヌス、うん、そうするとさ、同じ名前の人が2人いると紛らわしいでしょ。紛らわしいので、で、この、こっちの息子の、義理の息子の方は、ニックネームでカラカラと呼ぶ。で、カラカラっていうのは彼がいつも好んで着ていたガリア風のコート、上着のことをカラカラと。カラカラを着てる
って言うんで、カラカラって言った。そしてマルクス・アウレリウスが亡くなった後でちょっとまたごたごたがあって、でこのカラカラの実のお父さんのセベルスがついに皇帝になるんですよ。生粋の俗州民出身で皇帝になったのはこれが初めて、セベルス。そしてセベルスが亡くなるときに息子のカラカラに後を継がしたと、こういうことです。だからカラカラはですね、まあ、こういう生い立ちなんで、もともとローマ人じゃないからね、ローマ帝国をローマ本土イタリアと属州に分けるっていうことはもう意味がないとね、俺を見ろって、うん、だからもうこれからもそれなくしちゃおうって、もう全部属州も全部ひっくるめてローマ市民権を与えると、こう決定したわけ。これがカラカラ帝の勅令。正式にはアントニヌス勅令、アントニヌス勅令、313年もとい212年。でそのことによってもうどこの属州からでも兵隊を集めることができるとね、っていうメリットがあるんですよ。これはそしてその見返りは、参政権を与えると。でどこの属州であっても、諸君は参政権を、行使できると言うんですが、参政権っていうのは具体的には何のことですか。これですよね。民会に参加して投票する権利でしょ、参政権っていうのは。じゃあ民会っていうのはどこにあるんですか。ローマ市だけにあるんですよ。じゃああなたがもしシリア人だとしてね、でカラカラ帝によって今日からローマ市民だ、お前たちはあのローマ市民権を行使できるぞと言われて、さあ投票に行けと言われて行きますかって話ですよ。ローマまで飛行機なかったんですから、どんだけかかるのこれ。最近日本で選挙やって投票率が 50%、60% ですよ。せっかく日本国民参政権あるのに、なんで使わないんだよ参政権を。めんどくさいって言うんだよ。家から5分の投票所に行くのがめんどくさいんですよ。ね？家から何週間かかるローマに誰が行くんですかって話で、行かねえよこれは。だからもらって困るローマ市民権なんだよこれ、と平気だけあるじゃないですか。だから属市民が思うことは、どうせだったらここで選挙やってよ、シリアでエジプトでやってよってみんな思うじゃないですか。それで各地の軍隊がね、自分たちの司令官をローマ皇帝と言い出しちゃって、でもうローマ無視して勝手に選挙を始めちゃったの、この後。結果ですね、シリア軍はシリア軍司令官をローマ皇帝に、エジプト軍はエジプト軍司令官をローマ皇帝に、マケドニア軍はマケドニア軍司令官をローマ皇帝に、ガリア軍はガリア軍司令官をローマ皇帝にして、もう国中にローマ皇帝がいっぱい選ばれちゃって、俺が本物お前偽物って、今度は殺し合うと。これを軍人皇帝時代って言うんですよ。50年間に26人の皇帝が交代してほとんどは殺されてる、軍人皇帝時代。これが3世紀。これカラカラが悪いんで。このドタバタはですね、つまりは何で起こったかというと、本来ね、小さな都市国家のやり方だったんですよ、選挙で代表選ぶっていうのは。それをこんな大帝国でやろうとしたから、これ無理なんで、でしょ。じゃあ例えば同じような大きな面積、広い領土を持っているオリエントの国々、例えばパルティアとかね、あるいはかつてのエジプトとかは、じゃあどうやって王を選んでいるのかと、選挙やるのかと。やりませんよ選挙なんか。パルティア王の息子は自動的に王なんですよ。そうでしょ。エジプト王の息子はもう自動的に王なんですよね。じゃあどうして特定のファミリーだけが
王をやっていくことを他の人民たちは認めるのか、どうしてそれを不公平と思わないのか。これは古代オリエント以来、オリエントの王たちっていうのはただの人じゃないんですよ。それは天にまします神々の代理人、もしくは神々の子孫、もしくは神々の化身、生まれ変わりとして人民を治めたんですよ。でそういう宗教的な思想を利用して国王の接種制を人民に納得させると。だから同じことをローマがやればうまくいくんだよ。これが専制君主制っていう。ローマ皇帝は神々が選んだもの、人民が選ぶんじゃないと、従えと。この人物です。ディオクレティアヌス、ディオクレティアヌス、ディオクレティアヌス、彼も軍人皇帝の一人で、ライバルをなぎ倒して実力で唯一の皇帝になった。で彼はもはや選挙は行わない、ね、私のことを第一市民などと呼ぶなと。私は神々の代理として人民を治めると。だ私のことは主人、ご主人様と呼べと。でご主人様というのはドミヌスと言うん でドミヌスのせいでドミナートスと言います。まず帝国が広すぎるから4つに分割をする。で今一番の敵はパルティアに代わってイランを治めているササン朝ペルシャであるから、私はササン朝ペルシャを迎え撃つためここ小アジアに都を置く、うん、で残りの地域は4つに分けて、で自分の部下たちをそれぞれ派遣して、で各属州を治め反乱を防止すると、これをディオクレティアヌスの四分統治テトラルキアと言います。それから敵のペルシャ風の儀式を採用します。でそれまで歴代ローマ皇帝っていうのは市民代表だったんで、もう本当に気安く広場に出てきてですね、ローマ皇帝が市民とこう普通にこうやーとか言ってこう対応したんですよ、うん、ところがもう彼はめったに表に出ない、うん、でもう宮殿の奥深くに住んでいて、もう神秘のベールに包まれちゃって半分神だから。で例えば役人たちが彼と会う時も、それまではですねローマ皇帝とは普通に立ってこう話したんだけども、もうここからとは役人たちはこうひざまずいて皇帝の前に出ると。これペルシャ風なんですよ。さらにこの顔、これをですね巨大な石に刻ませて大理石に、それでそれを神として祀るんですね。で 全国にディオクレティアヌス神殿というのを作ってですね、でそれを人民に対してこれを神と祀れということをやった。これをね皇帝崇拝と言います。ローマの宗教はギリシャと同じで多神教です。12人の神々がいて、でその神々と人間たち の境目が非常に曖昧であって、で神々が地上に降りてきて人間の女と結婚したり、あるいは優れた軍人や政治家が天に昇って神になるっていう話、そういう神話はいっぱいあります。ギリシャローマには。これが多神教の世界で、例えばアレクサンドロス大王は死後神になってます。でアレクサンドロス神殿ってあって、でみんなそれを神として祀ったんですよ。カエサルもあのあと神になってます。オクタビアヌスも神になってます。だから、皇帝が神っていう考え方は決して異常ではない、ローマ人にとっては。これが理解できないという方は渋谷駅の一個手前、山手線で原宿駅に行ってください。原宿駅ってちっちゃい駅があって、原宿駅が降りて東口は竹下通りって言うんですよ、うん、でクレープいっぱい売ってるのね。でそうじゃなくてここから陸橋を渡ってですね、で西口に出るんですよ。西口にするとね、ここにね森があるのね、巨大な森が東京のど真ん中に。これ実は新宿から渋谷に向かう車内から見えますよ、森がザーッと。この森は何ですか。これは
明治神宮なんですよ。ね。で、お正月になるともうね、何百万人もの東京都民がですね、参拝しますよ、ここに。大晦日に。ね。じゃあ、明治神宮で祀ってる神は誰ですかって。神は。明治天皇なんですよ。明治天皇は主国神だったんですよ。で、それをジャパニーズは何の疑問もなくやってるわけじゃないですか。今だって、この二次世紀になったって。だから、古代ローマ人がやって何が悪いんですか。そういうことですよ。古代崇拝っていうのは。あるいは皆さんがよくお世話になるのは、天神様ってやつね。湯島天神とか。あるでしょ？学問の神様って言ってさ、お札持ってる人もいるでしょ？ね？湯島天神の天神って何だか知ってる？これ。これ、誰祀ってんの？これ。これは、平安時代の大学者、菅原の道真ですよ。藤原氏と対立して迫害されて、九州の太宰府に追放されて死んだんだよ。うん。それで、彼は死後神になって、それで天神というのは亀屋の神様だったんです。うん。で、もともと大学者なんで、学問の神様になったんで。うん。っていうことなんで、これ日本の宗教はこれ神道って言うんだけど、日本の神道とですね、古代ローマ、ギリシャの宗教はほとんど同じ。ほとんど同じ。それをやっただけ、彼は。ただし、これに反発する連中もいると。ね。それが、キリスト教と。さあ、今度は、経済の話をしましょう。たとえどんなに軍事費がかかったとしても、景気が良ければ、税金がいっぱい入ってくれば、軍事費は賄えたはず。で、ローマの悲劇っていうのは、軍事費が増える一方なのに、税収が減っていくんですよ。で、それはどうしたかというと、経済の衰退。ローマが一番栄えていたのは、経済的に。それは、ポリス制度です。一気に属州が広がって、大量の捕虜が手に入った。これは、奴隷として使われた。元老院議員たちは土地を買い占めて、大土地所有ラテフンディアを経営。もともとイタリアは雨が少なくて穀物には向かないので、穀物は属州から買うんだな。例えばシチリア島から。じゃあ、イタリアのラテフンディアは何を作るかっていうと、雨が少ないからギリシャと同じで、ブドウ、オリーブです。で、これは生でも食えるけども、一般に加工するので、絞ってお酒を作ったり、油を取ったりしますね。で、樽に詰めて、これを属州に輸出をするための作物。こういうのを商品作物という。ローマ商人は船いっぱいにブドウ酒やオリーブオイルを詰めて属州に行って、そしてそれを売り払って、代わりに安い穀物を買って戻ってくると。そこで商業が、貿易が盛んになったと。で、この大商人たちが税金を納めていたから、ローマ軍はどんどん増強されて、ますます属州が広がっていくということですね。まあ、属州もいろいろあって、特にこっちですね、ガリアとかヒスパニアとか、こういう未開の属州はワインなんか作れなかったから、イタリア本土から買うしかなかった。これが終わったのが、パクスロマーナ。もう戦争はない。領土は広がらない。ね。ということは、まず一番の影響として、奴隷が入ってこなくなっちゃった。ポエニ戦争の頃は、奴隷は本当に安いもので、大人一人が今の貨幣価値で5万円で買えたんですよ。子供だったら2万3まで買えたんですよ。ね、ちょっとね、原付バイク買うような感じで人間買えたんだから。それが止まっちゃいますね。そうすると何が起こるかというと、奴隷マーケットで奴隷の値段が上がっていくんです。と奴隷が一人もう10万、20万になってくる。30万になってくる。そうするとちょっと車買うような感じなんですよ。奴隷買うのが。買えません、なかなかね。で、以前は安いからね、もう使い潰しですよ。
でもあの めちゃくちゃコケ使って死ぬまで働かして新しいの買ってきたら安かったんだ。ところがこうなっちゃうとねもったいなくてね簡単に捨てられないですね。だから一人の奴隷をなるべく長く使う、大事に使う、あとは奴隷を増やそうと。それまで奴隷たちはもう家族バラバラ、男女子供バラバラに売り買いされてた。それをですね男奴隷と女奴隷を一緒に住ませると増えるんだ。これが養殖だ、奴隷の。うん、そう奴隷たちは家族を持てるんですよ。だんだん人間扱いされていって、これね奴隷解放っていうのね、自分の家族を持ち自分の家を持つような立場、これはもう奴隷とは言いません。でこういうですね、解放された奴隷たちのことをコロヌスと言うようになり、で小作人って訳するんです。自分の土地は持ってないんだけども、あの自分の体は自由だと。でコロヌスになる人っていうのは大体2パターンあって、一つは、解放された奴隷、あともう一つは無産市民ですね。奴隷を使わない大農園、コロヌスを使う大農園のことをコロナートスと言います。コロナートスで、あのコロヌスっていうのが後の中世ノード世の始まりと言われてる。うん、それから、作ってる作物が変わります。やっぱり変わったのはパクスロマーナの時で、このねワインやオリーブオイルがパタリと売れなくなっちゃうんです。なぜかっていうと平和が続いたんで、ガリア人やヒスパニア人がだんだん文明開化していくんですよ。で彼らはラテン語を覚えてなまってるけども、でローマ人の格好して、でローマ人の真似してワインを作ったり始めちゃうんですよ。そしたらさ結構うまくできちゃうんだよこれは。で今だって世界で一番有名なワインの国どこですか。フランスでしょ。フランスワインもうこの頃からあるんだよ、ガリアで。ただあえてローマ本土から高いワイン買う必要ないじゃないですか。だからこれ簡単にまとめて言うと、属州がですね経済的に独り立ち、自立によって貿易が衰退しちゃうと。せっかくガリアにワイン持ってっても全然売れない、売れ残って戻ってきちゃうと。売れないから儲けがないから穀物も買えないですよね。とそれまで地中海を何百隻も往来していた船が本当にもう減っちゃって、もう港は閑古鳥ね、お店はシャッター閉まっちゃうということで、でこれはイコール貿易の衰退、イコール商業衰退。そうすると何が起こるか、イタリアではブドウが余っちゃって穀物足んないんですよ、食料不足。そうするとブドウじゃ腹いっぱいになんないから、もったいないけどブドウ畑切っちゃって小麦をまくようなんですよ。それは自分らが食うためですよ。だから自給用ですね、自給用の穀物栽培。大体コロナトスが広まったのが3世紀のさっきの軍人皇帝時代だから、やっぱここが境目だったな。でこれで共和制以来からの選挙で代表を選ぶっていうシステムが崩れちゃって、プラスもう経済がダメ、うん、後から考えればローマの滅亡への道はこの時に決まったね。あの皆さんは知らないでしょうけども、皆さんがお生まれになる前ですね、1980年代の日本はですね輝いてました。で当時はもうアジアナンバーワン、もちろんで世界でナンバーツー、アメリカに次ぐ、もう少しでアメリカを追い抜いて世界ナンバーワンの経済大国になると言われてた。ジャパンアズナンバーワンなんてファンが売れたりして、もうまさに日の出の勢いね。なんであの頃日本が下げていた、でバブル経済とか言って、なんで下げたかっていうとさ、それはアジアの中で唯一さ日本だけだったんですよ、工業製品作ってたのは。でもメイドインジャパンっつったらもうアジア人にとってはもう憧れの的でさ、本当にもう輝いてたんだよ。うん、だから日本製の車や
あのパソコンや、ね、テレビや洗濯機屋がもう周りの国で売れたんです。つまり当時アジアの国々は日本の属州だったんですよ。ところがその後何が起こったかというと、彼らが真似をしたんね。それで韓国人がテレビ作ったり、台湾人がパソコン作ったり、最近は中国人が車作ってんだよ。そう、見た感じ変わんないんだよ、日本の車とね、中身はともかく安いんだよ。うん、そうさ、安ければ売れるじゃないですか。結果何が起こったか、日本の供給製品は売れないですね。お手元の電気製品の裏にどこで作ったか書いてありますか？メイドインチャイナです。メイドインチャイナ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 。メイドインマレーシア。メイドインマレーシア。メイドインチャイナ。メイドインインドネシア。メイドインインドネシア。チャイナ。メイドインチャイナ。チャイナ。こうなってんだ今。日本製買わなきゃ。こっからなきゃなんですよ。こっから高くても日本製買うと。毎年日本の貿易はどん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 黒字が減ってますよ。ということは輸出が止まるってことは輸入が止まりますよ。そのうちほっときゃ。で今この国はですね、食料品の6割は輸入ですから、あと石油 100%、貿易が止まっちゃったら何が起こるか、食料不足です。だから日本人は自分の食うものを自分で作らなきゃいけません。今のところ米しかないから、自給できるのは米は腹いっぱい食えるぞおかずなしだ、おかずは肉なんかなしだ、うん、魚はなんとかなると思うんだな。ご飯と魚はね、肉なんかもう本当にさ、年に1回の人だね。よし、じゃあ今日はクリスマスだからお肉を食べようかなんて言ったら、パパお肉って何なんて言って、石油止まりますから、あの電気止まりますね。と夏はエアコンなし、ね、冬も暖房なし、夏はもううちわで冬は火鉢ってこういうで、車は止まりますから、もうあとみんなどこ行く、チャリーか歩いていくという。そしたらもうね、空気はきれいになるね、環境に優しいね。だから変な病気治るよ、みんな。花粉症とかなくなると思うよ、みんな。アトピーとかさ、うん。だからこれから未来はね、素晴らしいんだよ、ね。だから僕らがこれからどういうふうに生きていったらいいかっていうのは、あの古代ローマ史を学ぶと分かるんですよ、これは、うん、ローマがどうなったのか、ね、でローマ人のようにするのか、あるいは違う道を僕らが選ぶのかっていうのは、これから僕らが決めることですから、ね。帝国の東の端、属州パレスティナ、ここに始まったキリスト教はじわりじわりと信者を増やし、特に3世紀、景気の後退、社会不安、治安の悪化、人々は古い神々がもう信用できない、新しい救いを求めてこの宗教に飛びついていった。帝国の東の方はやがてキリスト教徒が多数派になっていく。彼らはイエス・キリストを唯一の神と認め、その他の神には頭を下げない。であるから皇帝に頭を下げるなんてのは論外。ディオクリティアヌスはこう言った、私は神々の一員であって主人である、ドミヌスである、私のことを主と呼び神として崇めよと。ほとんどのローマ市民は従ったが、キリスト教徒は頑として従わない。彼らは言う、我らの主はイエス・キリストのみ。最初皇帝は甘く見ていた、脅かせば何とかなると思った。皇帝崇拝をしない者は首をはねろと。ところが全国から続々と報告が上がってくる、皇帝陛下、首をはねてもはねてもキリスト教徒は減りませんと。
彼らは全く死を恐れずに、むしろ我らの首をはねようと集まってきますと。どういうことだ。キリスト教徒はこう言います。人は2回死ぬと。1回目は肉体の死、これは誰もが避けられない。2回目が魂の死。魂の死というのは、彼らの教えによると最後の審判というのがあって、その時に天国に行ければ永遠の魂が、地獄に行けば永遠に苦しむと。彼らは言います。もし今皇帝を恐れて皇帝の前に頭を下げれば、今は助かるが、人はいつかは死ぬ、必ず。そして死んだ後、魂はイエスに呼ばれてこう言われる。お前はあの時なぜ皇帝の前にひざまずいたのか。地獄に行け。これが魂の死。それが本当に恐ろしい。今皇帝崇拝を拒否して首が飛べば、一瞬は苦しいが、魂はイエスに呼ばれてこう言われる。よく頑張った、天国に行け。そしたら永遠の魂が、命が得られる。我らはそれを望む。皇帝陛下、首をはねてください。ニコニコして死んでいくんですよ、キリスト教徒ってのは。人口の約 10% がすでにキリスト教徒。帝国全土で人口が5000万ってことは、もう東を中心に500万人がキリスト教徒。500万人って言ったら、埼玉県の人口、千葉県の人口ですよ。これを全部殺すのか。それはできないですよ。結局この最後の大迫害は失敗に終わった。でもディオクレティナスは頭抱えちゃう。だから次のこの人、コンスタンティヌスは言った。倒せない敵は丸め込むしかない。キリスト教徒を手なずけようって。ローマ皇帝であるヨ・コンスタンティヌスは、ここ北イタリアのミラノにおいて勅令を発する。キリスト教徒の迫害を停止する。キリスト教徒に完全に信仰の自由を認める。キリスト教を公認する。これがミラノ勅令。キリスト教徒は大喜び。皇帝が我らの側についた。彼は皇帝になる前、やっぱりライバルがいて、ライバルを倒していこうってなってるんで、その時に戦いの前に彼の軍隊が行進中に、天に光り輝く十字架が現れて、何時これにて勝てという字が浮かんだという。これは嘘だろう、多分。後で作ったんじゃ。彼はつまり帝国を治めるためにキリスト教徒をうまく使おうと思った。だから注意することは、彼はですね、古い宗教はもちろん認めるんですよ。古い宗教も認めた上でキリスト教も OK って。でこれ公認って言うんです。でうまく仲良くやってくれというふうに彼はしたかった。でもこれがうまくいかないっていうのは、キリスト教は他の宗教認めないからね。一神教だから。で両者の対立はどんどん激しくなっていくね。あと大体ですね、帝国の西側は古い多神教が多いんですよ。ローマ市中心にして、ちょっとここに皇帝がいるとね、もうみんなからね、なんでこんなことしたんだって非難されるんですよ、皇帝は。だからだんだん彼は居づらくなっちゃってね。で東に行くと歓迎されるから、でついに彼はローマ市を捨てた。で捨てた理由は2個あって、その宗教の問題が1個、あともう1個あって、やっぱりローマは景気悪くてもうダメ。もうみんなシャッター閉めちゃった。でここですね、黒海の入り口は、これやっぱりほらまだ貿易やってますから、ここね。なので黒海の入り口っていうか、出口っていうか、ここに新しいローマを作って、でこれを皇帝の名前をつけて、コンスタンティヌスのポリス、コンスタンティノープル、新しいローマの中心にはキリスト教会が立つ。イエスの像が刻まれ、このキリスト教会に皇帝が参拝する。で、十字架の前にひざまずく皇帝が。そして、こう言い出した。ローマ皇帝の権力は、
イエスが与えたものであると。神イエスの恩寵お恵みによって私は皇帝になれたんだというんで、これを新朝廷理念と言って、これはコンスタンティヌスが言い出したこと。でこれはずっと後になって、後に王権神授っていう思想になっていくんですよ。あのルイ14世の、厳密に言うとコンスタンティヌスに仕えたキリスト教の指導者でエウセビウスという人が初めて唱えた。ここにローマ皇帝権力とキリスト教会が初めて合体した、結びついた。だからこれはもう歴史的なことですよね。ただしよく考えてみたら、このローマ皇帝権力が人民からじゃなくて神から与えられたっていうのは、その前のディオクレテネスがもうやってるんですよ、ね、でだから実はコンスタンティヌスも同じ先制君主なんです。ただその使ってる神が違うだけで、古い神々じゃなくてそれをイエスに変えた、これがコンスタンティヌス。その後ももうね、すったもんだの混乱が続きます。である皇帝はやっぱり古い神々に戻っちゃって、例えばユリアヌスという皇帝ですね、うん、キリスト教徒たちが裏切り者と呼んでやって、廃教者ユリアヌスと言われて、最後にですね、この人テオドシウス、この人はもう皇帝になる前からキリスト教徒で、帝国の統一のためにはキリスト教以外の宗教を禁止をする、キリスト教の国教化、そして古い神々異教の禁止に踏み切った。392年御国の教え、キリスト教、テオドシウスによるキリスト教国教化、392年御国の教え、キリスト教、御国の教え、キリスト教、御国の教え、キリスト教、はい、ご一緒に、御国の教え、キリスト教、はい、はい、この瞬間にローマ市にあった、いや各市にあった古き神々の神殿は全て破壊され、閉鎖され、廃墟になった。でその古い神殿をぶっ壊した後にキリスト教会が立つ。大体今ヨーロッパにあるキリスト教会っていうのは、もともとはあれはそれ以前の古い宗教の神殿の跡地です。あれはアテネのパルタネ神殿はもう完全に廃墟になった。からギリシャローマの神々を刻んだ神の像は海に捨てられ、また破壊され、でこの後はもうキリスト教一色になっていく。これが中世ヨーロッパの始まり。ありがとうございました。